店長就任おめでとうね、めっちゃ嬉しい、どうしよう嬉しいもうずっとやってみたかったんですよ、一日店長みたいな、なんか一日警察署長みたいなさ感じでさ、一日なんとかみたいな、やってみたかったん、やってみたかったんやってみたかったんですよ。やった、めっちゃ嬉しい。渋谷のツタヤの一日店長をさせていただきます。あー楽しみ、めっちゃ楽しみ。うん、1枚で全員分の名刺もらえるの、わかんない、全然詳しく知らない、何するのかな、名刺渡すってことだけ知ってる、でも何枚渡すのかとか、あ6時半からっていうのことと、あの渋谷のツタヤってとでやることしか知らない。めっちゃ嬉しい。6時半から1時間ぐらいじゃなかったっけ。そんな感じのやつです、楽しみ。こんばんは。前髪伸びてきた。前髪すぐ伸びる。カタカナのタカさん、頑張れ、ありがとう。ボール、ありがとう。クッキーありがとう、マシュマロありがとう、マシュマロありがとう、プリンちゃん、パンダありがとう、クジマサさんバラありがとう、カンさんボールありがとう、パンダありがとう、ダースーさん頑張れありがとう、ズーミンさんハートありがとう、ダースーさんパンダありがとう、カンさんボールありがとう、ソリオさんパンダたくさんありがとう、クジマサさんパンダありがとう、ソリオさんユウさんクッキーありがとう、カタカナのトカさん、リフトさんパンダありがとう、ムイカンさんかわいいありがとう、セイちゃんヒーくんクッキーありがとう、嬉しい、楽しみ。3月の14日ホワイトデーですね。なんて書いてあったっけ、しかもさ2期生選抜の2期生だけっていう、ちょっと珍しいですよね、2期生だけっていうのが珍しい。7人です。リンコ、アイ、パセリ、アンナ、サラピ、サーヤ、モムちゃん、7人です。人がね増えましたね。あとスペイン語も発表されたよね、これも楽しみです。
タカノタカさんパンダありがとう、ヨシポンさんパンダありがとう、ノギンさんクッキーありがとう、タカノタカさんグレートありがとう、キノコのカパパさんクッキーありがとう、ヨシポンさんパンダありがとう、タカさんいつもありがとうありがとう、ユウさん野球ボールありがとう、渋谷ツタヤにてメンバーが一日店長に就任、ツタヤにて購入者特典の購入者特典 CP って何、購入者ツタヤにて購入者特典 CP の実施が決定。 CP って何、カップル何 CP って何、ST48 9枚目シングル息をする心の選抜メンバー2期生7人が渋谷ツタヤの一日店長に就任。 CP はあキャンペーンの略、へえカップルかと思った購入者特典カップル何のことかと思いました。ツタヤの一日店長に就任、イエーイ、もう超嬉しいんだけど、もう決まった瞬間に私えやばいやばいみたいな、ギャルみたいな反応した、やばい嬉しいみたいなはい、就任。専用販売サイトで対象商品をご購入いただくと先着でイベント参加券を付与いたします。参加券をお持ちの方は参加メンバーより一日店長就任に就任名刺をお渡しさせていただきます。おお、専用販売サイト、あ専用のサイトで対象の商品を買われた買ってくださった方はあれですね、先着でイベント参加券がもらえるそうです。またツタヤにてST48 9枚目シングル息をする心をご購入いただくと4月に開催予定の ST48 オンラインクレーンギフトル第2弾コラボ記念のギフトルギフトコードを CD1 枚につき1枚プレゼント、対象店舗でぜひゲットしてください。何ギフトルってギフトルって何、なんかでもあれみたいですね、そのツタヤで息をする心を買ったら4月に開かれる予定のなんかギフトル、なんだろうこれ、ギフトコードがプレゼントされるらしいです。ギフトル？わかんないけどなんか1枚プレゼントされるらしいです。キャンペーン期間が3月14日から3月の21日までだそうです。はい、そして3月14日の火曜日はですね第1部に私は参加します。場所は受付集合場所は渋谷ツタヤ6階エレベーター横非常階段口、詳しいめっちゃ詳しく書かれてある。渋谷ツタヤ6階エレベーター横非常階段口に皆さん集合です。皆さん集合してください。集合場所が非常に分かりやすく書かれてありますはい、2023年3月14日火曜日第1部18時30分から19時30分、集合時間は18時10分とのことです。はい、だそうです。
特典会内容は各メンバーより1日店長就任名刺のお渡し、各部お一人様3枚までのご購入とさせていただきます。参加券は各部予定枚数に達し次第配布終了となります。参加券1枚につきお一人様1回のみご参加いただけますだそうです。対象商品はタイプ A タイプ B の息をする心だそうです。イベント参加券付き商品の販売先はパスマーケットにて対象商品を先着販売いたします。店頭での事前販売はございません。今日の18時から全イベント開催の前日の3月13日の23時59分まで販売されるそうです。販売受付、あ、パースマーケット、ここから買えるんですね。え、合ってるかな。おお、パスマーケットっていうサイトに飛んでいただいて、そしたらこの画面が出てきます。じゃじゃじゃーん、はい、これから息をする心のタイプ A かタイプ B をご購入した方はイベントに参加券をがもらえるそうです。はい、で私が写ってるのはタイプ B の方なんですね。タイプ A ではなくてタイプ B の方に私はジャケ写に乗ってます。はい、お申し込みには Yahoo ID が必要です。 Yahoo のアカウントが必要です。あ、初回です。私は初回限定の、タイプ B の方です。そうです、初回限定版のタイプ B です。初回限定版も AB ありますね。間違いなく坂道 FC さん、クッキーありがとう。ウリンちゃん、パンダありがとう。沼津の ST 推しさん、クッキーありがとう。坂道 FC さん、パンダありがとう。くじまささん、ハートありがとう。しんいちろうさん、クッキーありがとう。くじまささん、パンダありがとう。ウリンちゃん、ライスさん、ボールありがとう。坂道 FC さん、風船ありがとう。スリリンネさん、なんて読むの、おー、なんて読むんだろう。おーに林って書いて音、リンネさん、好きありがとう。ライスさん、パンダありがとう。ゆうきさん、クッキーありがとう。リュウさん、ボールありがとう。あ、リノちゃん
ごめん、あ、りのんちゃんりのんちゃん、りのんちゃんか、すいません、ごめんなさいごめん、りのんちゃん、ありがとう誰かと思った。びっくりした。山椒さん、クッキーありがとうございます。はい、というわけで皆さん、こちらぜひぜひどしどしご応募してください。お待ちしてます。メンバーが一日店長に就任、3月14日の私が参加するのは18時30分からの部です。よろしくお願いします。そしてスペイベが決まりましたね。スペイベが何かすごいよね、いろいろあるよね。バラちゃんクッキーありがとう。いろいろあるよね。1,2,3,4,5。あ、でも 4番目は PR 舞台のやつだから関係なくて、1,2,3,5ですね。すごいよね、なんかいろいろ決まってます。一つ目が必ず参加できる STU48 祭り幕張メッセ、3月26日日曜日に実施いたします。 STU48 祭り幕張メッセでのスペシャルライブになります。1シリアルナンバーで下記ライブのどちらかにご参加いただけます。 STU瀬戸内 PR 舞台シーズン2投票企画1位記念、これは千穂さんのソロライブと STU 全員参加のスペシャルミニライブ2つあるそうです。おお、うおー、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。3月26ってさ、あれじゃない、ん、お話し会ある日、直接会えるお話し会の日、翌日、次の日、お話し会、あ、25か、お話し会の次の日。おお、なるほどね。どっちもいけない、泣いた、嘘、あ、26日は、じゃあこの ST48 祭りはあれですね、お話し会、直接会ってお話しした次の日にまたみんなに会えちゃうぞみたいな、会えちゃって嬉しいなみたいな、そんな感じでラッキーだねみたいなイベントですね。はい、まさにスペシャルですねこれは申し込み締め切りが3月の22日水曜日の正午までだそうです。うーん、これどうやったら参加できるん、これどうすれば参加できるの、あ、息をする心を購入したらシリアルナンバーがついてくるんだ。シリアルナンバー、お手持ちのシリアルナンバーはスペシャルプレゼント試作のご希望コース、ご希望メンバーメールアドレス
ご記入ください。これについて。何を買ったらさ、これ応募できるんですか？CD の初回限定版？シリアルナンバーって初回限定版しか載ってないのか。初回限定版を購入された際にはシリアルナンバーがついてくるそうで、そのシリアルナンバーを入力することで、このいろいろある決まったなんかイベントに参加ができるということですね。なるほど。皆さん振るってご応募ください。面白いですね。で、STU 祭りは幕張メッセと福山でも行われます。福山は5月の14日日曜日。ゴールデンウィークももう終わってる？結構先ですよね。こちらも参加メンバーは全員になりますね。ね、先ですね。で、3つ目が、これめっちゃ謎なんだけど、何？ボーリング大会って、ボーリング大会って何？ボーリング大会するの？みんなと。これな、すごいさ、びっくりした。これなんだと思って。ファンの皆さんとボーリング大会するって何？誰がさ、あのさ。どういう流れでさ、一緒にボウリングしようってなったのかよく分かんなくない？でもなんか斬新だなと思ってちょっと面白かったです。本当にこれ見た時にボウリング大会面白いなと思っていや、なんかすごい楽しそうだなとは思うんですけど、なんか思うけど、なんでボーリングを一緒にやろうっていうさ、企画にさ、この流れになったんだろう。なんかすごいそこが気になるちょっと面白かった。見た時にちょっとびっくりしましたね。これは6月の3日ですね。しかもさ、これ各メンバー4名様のご当選だって。計136名様これはね、当選した方にしか行かないですね、情報は。広島の某所、広島のどこかのボーリング場で、限られた4人だけ一緒にボーリングできます。はい、各メンバーと当選者様が、ワンチームとなって対戦していただきます。ってことは5人で戦うってこと？5人1チームになって戦うってことですね。面白いなこれ。なんでボーリングするんやろいや、いいけど、面白いけど、本当になんでボーリングをしようってなったのかめっちゃ気になる。面白いけどね、楽しみよ。
楽しみなんやけど、ちょっとね、発案者の方にインタビューしたい。いや、みんなが一番わからんと思うけど、なんでかってボーリング経験ありますよ。なんかね、あれです、あれなんだっけ、名前がわかんない、なんか地区のなんか 年に1回あるかないかのなんかそのなんか催しみたいな、なんかそういう なんだろうあれ、なんか地域のなんとか会みたいな、毎年なんか地域のその一緒に映画を見に行くとか、なんか町内会、あ、そう、子供会みたいなやつ、そう、その子供会みたいなやつで、毎年私その小学生の時は福岡にいたんですけど、なんか福岡のその地域でその住んでたそのなんか子供会みたいなので、ボーリングは毎年やってたので、結構経験はある。てかその子供会以外でも結構やったことあるボーリング、がボーリングに行くか映画をみんなで一緒に見るかみたいなやつでした。なんか毎年春に仲を深めましょうみたいなやつで、でもなんでやろうね、なんか小さい頃、小学生の時結構ボーリングしてた。そんな、あ、でもスポッチャとかも行ってたし、それだからかな。なんかスポッチャでみんなで行こうみたいな感じで親に連れて行ってもらったりとかしてたから、ない経験がゼロとかではないですね。だからうまく投げようと思えば投げれるはずです分からんけど、多分楽しみやねこれね、誰が当たるんだろう誰と戦うんかな、え、楽しみ5月の21日うん、私とチームになるそこのあなた、未来の一緒にチームになるそこの君、5月待ってるよね、楽しみですね。で4番目がちょっと関係なくて、お好み焼きは私は作らず、5番目が直筆サイン入りの息をする心告知ポスタープレゼントっていうことで、はい、あ、ボーリングは6月だって。ボーリングは6月です。6月の3日の土曜日です。結構先ですね、3ヶ月後ですね。盛りだくさんだ。3月の26、5月の14、6月の3日ですね。いっぱい決まっております。皆さんどしどしご応募ください。
これボーリングさ、なんか誰と戦うんかな。え、私とそのファンの方4人でさ、1チームになってさ、なんか違うメンバーのグループチームと戦うってことですよね。それでさ、なんか勝ったらどうするんかな。勝ったらなんかご褒美かなんかあるんかな。なんかそういうことになるよね。チーム対抗が、あの例えばサーヤンチームとアイコジチーム戦ってトーナメント制でなんか登っていくみたいな感じってこと。アイコチチームがさ優勝したらさ、どうなるのどうなるんですか。そういうなんかご褒美が先に待ってるのかな。なんかご褒美があったらよりあれですね、燃えますね。一人1万円みたいな、1万円賞金があったとしたら、ふわー、愛子自治行くぞうわーガーター全部があった。もう初戦敗退です。あんちゃんクッキーありがとうございます。坂道 FC さんパンダありがとう。柴田純さんクッキーありがとう。坂道 FC さんパンダありがとう。グワタ全部があった。もう面白いですね。なんか面白いイベントが待ってるって思っただけでドキドキワクワクキラキラしますいいね、楽しそう。4月8日にあるリクアワと4月9日にある6周年コンサートのプレガイド先行チケットの受付も開始されてます。リクアワと6周年のチケットも皆さん受け付けてますので、ぜひどしどし応募してください。いろんな仲間を呼んで
友達、友達、恋人、家族、みんな呼んで来てください。待ってます。リクアはね、ベスト20って20曲、私何やるんやろ、20曲の中の何しよう、何しよう何しようって選べるわけじゃないけど、リクアは何があるっけ。あれやってみたいな、私、勇気を振り絞って私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた、あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている、彼女がいるなんて、それでもまた気を使って微笑んでくれたから惨めになる、このタイミングで無理して言わなけりゃ結果しなかった、はい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 、そう、誰かがいつか好きだと言ってくれる日までやってみたいです。自分の方から絶対告白なんかしないよ、だって心に膨らませてた心ん、だって心に、だって、だって、でで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 早口やるならこの曲やってみたいですね、うん、でも私多分ね、ここに入れられることないと思う。絶対かっこいい曲か、なんかしっとりした曲って感じ。なんかいつも私そうじゃない？かわいい曲、青春フィロソフィーとかやったことあるけどさ、結局かわいい曲とかさ、キャピキャピした曲、まあそもそも ST にキャピキャピした曲あんまりないけどさ、誰か見てるかな、こんばんは。セットリストに関係しているスタッフさん見てますかちょっとたまに可愛い曲をしたいです私たまには可愛い曲もしてみたいですその方誰か見てたら私の希望をどうかどうか聞いてください。よろしくお願いします。リクアワの投票はもう終わってますね。そうですね、違うんですよ、あの私がどの曲をやるのかっていうのが分かんないから、分かんないから分かんないから、まだレッスンがそろそろ始まるんじゃないかなって感じなんですけど、私がどの曲をやるのか、どこで出てくるのかが分かんないです。その6周年の瀬取りもまだ分かんないです、聞いてない、何するんだろう、気になる気になる気になる、キギガグ、キギガグですが、ギガグ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない、好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は絶対、そうしそう愛は、
いい感じ、超超超超いい感じ、超超超いい感じ、超超超超いい感じ。ソリオさん、パンダありがとう。マナブンさん、クッキーありがとう。ふみふみさん、ソリオさん、パンダありがとう。ふみふみさん、野球ボールありがとう。マナブンさん、トシヤさん、ギフトありがとう。ユウさん、高原さん、ギフトありがとう。キヨさん、坂道 FC さん、ありがとう。りなちゃん、ハートありがとう。ぶたまつさん、お疲れありがとう。ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。なんでモームス？モームス、モーニング娘さんが好きだからです。え、あのさ、 PR 舞台がさ、あれ歌ってたじゃないですか、あのおーほら行こうぜザピース、あれめっちゃ羨ましかった。いいなあ、私もいつかハロプロさんの曲を公式で、公式の場、公の場で歌ってみたいな。ウォ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 ピースピース、ウォ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 ハハハ、ウォ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 ピースピース、ウォ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 ハハハ、ウォ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 ピースピース、ウォ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 ハハハ、うわうわああ、好きな人が優しかったピース、嬉しい出来事が、イエー、増えました。ああ、
眠い。あのね、今日ねご飯をね食べたんですね、高崎彩子で。帰ってきて眠くてご飯食べてなんかイエーイみたいな感じで帰ってきて眠いんですね。